はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。今ね、背景に流れてる、僕が喋ってる動画ですね、ちょっとその動画を撮り終えて、もう編集もして完全にアップするぞって時になって、新作 COD についての情報が来たので、今ね後付けで喋ってます。今年出る新作 COD のトレーラー発表がついに来ました。コールオブデューティーモダンオフェア2ですね。日本時間の6月9日、2時ですね、夜中の2時になります。そしてティザートレーラーはなんともう10時間で400万再生超えされてますね。いや、もう注目度がもうめちゃくちゃえぐいですね、これね。いや、ほんと全世界もそれだけもう期待値がね高いってことだと思います。僕はね、そのリアルタイムのミラー配信はちょっとまだ未定で、まあでもリアクション動画はね絶対撮るので、お楽しみにしておいてください。なんか海外みたいな感じでカメラつけてわーみたいな、これどんなんねやろみたいな、そういうトレーラー考察とかもねしたいなと思うので、よろしくお願いします。今日の動画は前作のモダンオフェアをプレイしつつ、なぜ新作のモダンオフェア2が僕がね期待しているのかっていう理由と、あと海外のね現代戦 FPS の人気さとか、それとね、ちょっと僕開発者のインタビュー記事をね、ちょっと海外版のやつ読んだので、今 COD の内部の情報はどういう風になってるのかみたいな、そういうところもね話しながらプレイしていきたいなと思います。というわけで、モダンオフェア2楽しみだって人はぜひね、グッドボタンよろしくお願いします。はい、というわけでやっていきましょう。今回はね、この僕のシルバー AK ちゃん作ってきました。めちゃくちゃかっこいいでしょ、これ。もうね、やっぱね、武器のカスタマイズ改めて思うけど、えぐいね、この作品。なんか、一つの武器を、そのカスタマイズで別の武器に変更できたりとか。しかもね、ほんとマニアックなんだよね、開発者がね、多分相当。その、武器の細かいディテールだったりとかね。で、これね、フラグでドア開くんですよね。わぁ。うわ、ちなみにこのコールオブデューティーモダンオフェア、コールオブデューティー史上ね、一番売り上げた作品なんですよ。圧倒的に。まあ、ウォーゾーンのね、もちろん力もすごかったんだけど、やっぱりね、世界ではね、すごくね、やっぱ現代戦というか、現代戦の銃とかがめちゃくちゃ人気なんですよね。特にアメリカ。すごく現代戦の銃のファンが多いし、やっぱりそのコールオブデューティーのモダンオフェアっていう作品は、なんだろうね。もう本当、向こうの特にアメリカの、多分今の20代前半後半の人たちの、本当青春的な作品なんだよね。で、やっぱ、コールオブデューティーっていうジャンルがもうカルト的な人気があるから、なんか日本でいう、まあ、ポケモンとかさ、モンハンみたいな青春のゲーム、まあ、ヘイローとか COD ってまさにそうなんだけど、すごくやっぱカルト的人気は向こうであるんだよね。まあ、そういう背景もあって、やっぱモダンオフェアっていう作品が、まあ、めちゃくちゃ売れたっていうのがあるし、で、新作もね、モダンオフェア2ということで、まあ、売れるでしょう。まあ、そういう背景からしてみても売れるだろうし、やっぱりこの前作のこのモダンオフェアの力の入り方がすごかったから、マニアックさというか、開発陣のその力の入れ方、細かいところまでしっかりと力を入れるっていうね、そういう姿勢が読み取れるから、やっぱりね、次回作も、まあ相当凝るんだろうなっていうのはね、やっぱ感じるよね。だから僕すごく期待してるんですよね。OK? もうここで、待ってよ。危ね。ラストワン?なんかやっぱこのサイトで、アイアンサイトでプレイしてると、コット4を思い出すね。もうコット4何年前やね。十何年前か。ね、僕がまさに COD 始めたのがコット4だから、12年 ?13 年前?ジジイになったな、わしもな、って感じだな、すごく。今回 AR だからな、あんまり、建物の中には入りたくないっすよね。あぶねえ、よかったな。ラストワン?実はね、もう、ずーっとかな?そう、ウォーゾーンが流行ってる間もずーっとね、コット、モダンオフェアな、この作品のサーチ&デストロイね、海外でもすごいずっと定着して人がいるんだよね。人気があるんだよね、ずっと。だから、ウォーゾーンプレイヤーか、このモダンオフェアのサーチ民かみたいな感じで、ここ2年ぐらいずっと流行ってたんだよね。僕ね、海外のコールオブデューティーの今の現状のね、海外記事を読んだんですよ。この前ね。開発者もちょっとインタビューしてるやつで。で、今のそのコールオブデューティーどうなってるかっていうと、まあ、3作、コールオブデューティー3作とウォーゾーン1つっていう感じで。で、
3作の武器がウォーゾーンで使えるっていう、まあ、統合されてるような状態で、もともとウォーゾーンっていうのはコールオブデューティーこの作品のおまけモード、バトルアモードとして、まあ、とりあえず出してみたんですよ。で、それが思いのほか大ヒットしちゃって、ああこれはもうウォーゾーンメインでやろうってなるんだけど、まあそれから出る作品もどんどんウォーゾーンの、まあ、追加コンテンツとして出して、で、ウォーゾーンにどん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 武器追加したりとか、そういうことをしてたら、もうどんどん複雑化しちゃって、ゲーム自体が。すごくバグ修正とかも難しくなっちゃったらしいんですよ。これなんでバグってんのかわかんねえみたいな、そんな状態になっちゃって。OK、カット。だから今年のこのモダンウォーフェア2は本当にリセットの年だよね。で、マイクロソフトの参加になっての、で、2年体制になるから、次の作品。まあこの複雑化してしまったウォーゾーン COD シリーズを一回ねリセットして新エンジンでしかもやるらしいから、現状のそのコールオブデューティーの UI の複雑化のせいでの、まあ初心者の入りにくさっていうのも開発者はもう理解してるらしいから、やっぱ Apex とかさ UI が本当わかりやすいじゃないですか。メニュー画面とかどの武器が強いかとかね、アタッチメントの色とかね、なんかその辺本当わかりやすくしたら、ほんと新規勢も入りやすくなるから。いやー、そこは開発者の人たち頑張ってくださいって感じですよ、ほんと。さあ、お次はちょっとハードポイント行きましょう。まあ、久しぶりだしね、贅沢にハーポもやっちゃいましょうかね。まあ、ここで、さっきはサーチでね、まあ、喋りながらまったりやったんで、今回はもうがっつり、あ、もうキルですよ。大量キルで行きましょう。はい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 と。ワンダウン。ツーダウン。1キルしたいスナイパーでした。なんかこれスペシャリストになってる、これはいらないですよと。多分これ左は空いてますね。そんなことなかったです。はいはいはい、お薬打って、はいはい、加速して、加速してるわけじゃないんだけど視野角が広がってるだけなんですね。えいいぞ、いい盾、いい盾。それはめちゃくちゃありがてえ。ははナイスいや、この CR、ほんと、この武器マジでいい。まあ、どの距離もいけちゃうね、この武器はほんとね。OK。よしよしよし、リロードして。おっ、こいつのねリロードがマジで好きです。上やってくれたかな、やってくれたっぽいな。ってことはこっちだ、湧いてる湧いてる、間に合うかな。カット、もういないかな、これで。一旦、これを出しといて、多分ね、これ右来ちゃってんだよね。リロードしよう。ナイス。まだ来ると思う。絶対ここでしょ、来るなら。僕だったらこっち来るけどな、と思うけど、全然来ないの、俺がまた。ここくじゃ来るわ。味方湧かないのかな、こっち。え？いるわ。あれか、僕のハリア落とそうとしてるわ、敵さん。うわ、やめて。オッケー、こっから分けないっすわ。アドバンス UV 出た。最高です。こっから狙うよ。ダブル。オッケー。覗いたままリロード。よかったな、今ので。次は下から覗く、ギリギリ。あ、次はあ、次は上から覗くで右が来ると。オービタル出てるからな、一人入り込んだな、これもうバレてるので。回収いったね。で、僕の後ろ来るかな。ナイス指、ありがたい。ここ来そうですね。待っとこう。来ないならこっちから行くと。OK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 。
うわーのージャンプしちゃダメよ。何してんで、ボンミス。今のは完全に角コースでしたね。ちょっと伝説のあの100連続キルもう一回できねえかな。でもね、これあれなんですよ。コールオブデューティーから学んだ人生論だけど、あの答えをね、目指しちゃうとね、ゴールばっか見てるとね、うまくいかないんですよね、これがね。100キルを狙うとできないのよ。やっぱその過程を楽しまないといけないんですよね。すべてにおいて過程を楽しんでるやつが最強ですから。成長を楽しんでるやつが最強。そうで、今年ね、8月にアメリカ行く予定なんですよ。もしかしたら9月も行くかもしれないんだけど。よいしょ。で、そこでアメリカでもう絶対やりたいことがあって、まあ、まずはね、銃を撃つことっすね。今、実はね、まだ一回も撃ったことないんだよ。サバゲーやったことあるぐらいで。エアガンぐらいしかなくて。やっぱり人生で、ちょっとね、一回は、ちょっと撃っときたいなと思って。まあ、バリバリ動画にしますんで、お楽しみですね。よいしょ。この遮蔽をうまく使ってね。この FPS プロゲーマーは、どれぐらいね、エイムがいいのかっていう、リアル世界で。っていうのをね、ちょっと検証動画としてね、やりたいと思うんで、よろしくお願いします。なんで RPG 撃ってくるんだよ。OK。お、シールド置いてある。珍しい。OK。まあ、現実世界だとこういうシールドでもね、めちゃくちゃありがたいんだろうな、マジで。こっからね、これ、ヘッドクォーターだから、リスポーンできないと。そう、これも COD から学んだ人生論ですね。近道は良くないんですよね、こう。今もね、右から行くとね、右から近道すると 100% 死ぬんだよ。こうやって、あえて遠回りして、こっちから狙うと。OK。焦らないことですね。焦らない。弾がね、死に際にこれを置きます。え、生きてんだけど。あ、これ単発だった。危ねえ。殺されるとこだった、武器に。これ敵のどこで湧いてんの、どこで湧いてんの、教えて。奥で湧いてんのか。今何キル目だろうこれ。今の勝ったのエグすぎでしょ。エグすんぎでしょ今のは。OK。 おお、セムテじゃなくてよかった。今セムテだったら僕くっついてたな。なあ、ああ、生きてる。嘘。おお、まだ参るぞ、これ。ああ、俺が最強だ。俺が最強だ。ナイス。うわあ、79キル。いや、ヘッドクォーターあれだな。ハーポよりキル中できるわ。エリア取ったらもうキル中だもん、あとは。最高っすね。はい、裏取り。次のエリアあっちか。いや、まだ楽しめるぞ、この試合。ショットが鳴った、危ね。オッケー。100キルはいかなかったけど、87キルということで、まあ、というわけでお疲れ様でした。よかったら、ね、今日の動画ぜひ、
久しぶりの COD 動画、グッドボタンぜひよろしくお願いします。ではお疲れ様でした。You'd show me your heart, let down our guards, think with our hearts, stare at the stars, we were never apart, drinking too